皆さんこんにちは、れなです。今日は大阪王将に来てます。以前の動画では餃子の王将に行って行きましたね。本当にめちゃめちゃ美味しかったです。コメントとかにもいろいろありましたけど、大阪王将も行ってくださいって言われたのでここにいます。コメントめっちゃ来てたよ。ちなみに今日は初めてなのでメニューいろいろ美味しそうなので楽しみにしてます。いっぱい食べましょう。それではメニューをチェックします。まずは、まあ、餃子でしょうね。餃子のね、元祖焼き餃子。うーん、値段6個で290円でございます。はまた種類いろいろあるよ。揚げ餃子とニンニク肉肉肉餃子肉肉肉ってなってるやん。書いてあるよ。あとプルモチ大粒。これも美味しそうだね。餃子を、じゃあ4つも食べなきゃいけないね。食べ比べできるね。全部食べてみたいです。餃子以外は、まあ、ご飯物、いろいろチャーハン的なものがある。あとは、まあ、ザ・中華的な料理、麻婆豆腐とかも美味しそう。あ、デザート一番大事。それは最後にまとめてみましょう。一番大事なメニューがデザートでございます。でございます。注文します。ここはタブレット形式、なんか町中華よりちょっとモダンな感じもするけど、ね、これかな。焼き餃子で、あー見て、よく焼きが注文できるよ。よく焼きにしましょう。お、よく焼き派ですね。飲み物は、飲み物私ビールでございます。あ、私もちなみに今日ビールでございます。あ、ビール行くんですか。社長さんどうしますか。前回餃子の王将に行った時にタカのビールを飲んでみて美味しかったし、あとはその動画で5000いいねになったら私は生き飲みをするという約束してたね。約束があってしまいまして、見事に5000いいね行きましたね。皆さんが私の生き飲みを見たいそうです。なので今日はビールを一気飲みチャレンジです。ビール来てしまいました。来ました、ビールです。美味しそう。一緒に一気飲みする。もちろん、あの社長が飲むのに部下が飲まないわけないでしょ。あ、そういうこと。これ日本のアルコール文化です。アルコール文化、そうなの。社長が飲むときは部下に飲ませる。アルハラです。いやそんなことないよ別に。でもタカビール大好きでしょ。大好きです。 よく一気飲みするでしょ、バカだから、うん絶対視聴者の中にも最初の一杯はサクッといっちゃう人いると思うよ。あ、でもそれは息飲みじゃないよ。バカがあのバカの友達と一緒に飲めって言うから、それがあるはずだよ。ちなみに乾杯。乾杯、皆さんも乾杯、はい、乾杯。美味しそう。うまそう。バッテンしかないな。かやっ、あ、びっくりした。あ、やめちゃった。なんでそんな早いのこれ息飲みじゃないよ。全然飲んでないよ。チャレンジ失敗という。チャレンジ失敗ですだよね。ごめんなさいよ皆さん。でもチャレンジいいんじゃね。来ました。はい、ありがとうございます。ではじゃあもう一回乾杯。タカは息に飲んだから。やっぱりゆっくり飲んだ方が美味しいよ。まあな、味わった方がなそうだよ。でも普通に飲めるようになったね、札幌ビール。ああ今まで日本のビールそんな好きじゃなかったじゃん。う、ね、ああなんでだろうね。やっぱ親父化してきたやばい。日本の親父化してきたな。それではいただきます。こちらが、この餃子が非常に美味しい。カリカリ餃子、すごいプリプリに見える餃子をここのタレにディップして、美味しい。お肉がたっぷり。パンやね。で、ニンニク肉肉肉餃子もあるけど、これにもなんか十分にニンニクの味はありますよ。よく焼きにしたのがめっちゃ良かった。これ食感がいい。で、タカから学んだのが、その次にビールを飲めばいい。やっぱりアホ。ジジイ。親父食べしてジジイ。タカが全部食べちゃう前にこれを見つけたよ、うん、あのあれ食べ方があるらしくて、何もつけずに食べましょうっていう話と、まあ、普通にタレをつけたままと、うん、ラー油、これかな、ラー油入れる、これをで食べる。あとは、あ、味噌ね、辛味噌ってもらったね。これもらいました。私の最近の一番好きな食べ方、すごしょう全部食べ比べしましょうね。これいいね、面白そうだね、うん。ラー油にディップして。ラー油もうまそうだね。ああ辛いのは心配。辛かったらどうする。辛くないでしょ、そんなに対して。
全く辛くない、なんで？あ、ラー油もっとプラスすれば、なんか2杯とか3杯入れてもいいじゃない。で、混ぜてディップすると、うわ、やばラー油の塊になってますやん、それ。これでめっちゃ美味しいけど、全く辛くない。こんな色になってるのに、すごいよね。全然辛くない。私が全部一人で食べちゃう。そうだよ、レナがあれ食べ比べすることによって俺の餃子なくなります。味噌です。何味噌だろうね。味噌か、はい、味噌だれ。もう全然違うけどめっちゃ美味しい。めっちゃドロッとしてる、うん、食べて食べて、はい、あうまっ。なんかあんまり食べたことない感じの味だけど、本当に美味しいね。なんかスパイス的なのはある、ね、うん、辛味噌って感じはする。それは辛味噌だからということだよ。名前当てた皆さん、鷹の食レポは下手だよ、本当は。もう一個行こうとします。え、それは、ま、一番私の好きな食べ方で、ああ これね、これはもう絶対うまいやん、すごしょ。ドイツ人はすごしょが一番好き。ああ、はい、うん、うまい。でも味噌だれもなんか非常にびっくりした、うん、た味噌がめっちゃ合う。パンチがめちゃくちゃあって、ね、うまい。最初からグビグビいっております。おー、いった。まだ餃子しか食べてないよ。グビグビいった。料理来ました。来た、うまそう。これハーフサイズ。ハーフサイズも結構大きいって感じはしますね。まあ、いっぱいの種類食べたいからね。大阪王将と比べて多いよ。あれ、ここ大阪王将です。じゃあ何だったっけ。餃子の王将、餃子の王将は酢豚がもっと小さかった。酔っ払っております。餃子の王将でも酢豚頼んだっけ。酢豚頼んだ、頼んだわ、絶対頼んだ。なんか玉ねぎ2個とピーマン1個と、そうだ、それ思うとこっちの方がボリューム多い。ボリューム多い。何してんの。熱かった。うん、餃子の王将よりも美味しいかもしれない。酢豚に関しては、うん、大阪王将優勝ですか。いや、めっちゃ美味しい。うまそうだもんね、うん、もう見た感じ新鮮だし、シャキシャキ感あるし、うんうん、まあ、両方美味しいよ。本当にあっちもめちゃめちゃ美味しかったけど、これ今食べてるから言ってるかもしれないけど、わかんないけど、もう覚えてないかもしれないです、餃子の王将の味。いやいや、でもその動画を撮ってからプライベートで、あ、行ったもんね、行った何回かね。そう、美味しかったから。でもこれも非常に美味しい、本当に。新しいお酒来ました。ビールじゃなくてマンゴーサワーです。マンゴーサワーです。揚げ餃子、揚げ餃子めちゃくちゃうまそう。揚げ餃子あんまり食べたことないと思う。絶対熱々。甘さがあってレナが嬉しい。おじさんじゃないからね。逆にさ、ビールの一気はさ、もう炭酸がきついじゃん。あ、だから入っていかないじゃん、レナだと。もう俺だって慣れてるから入るけど、レナさ、こういうさ、サワーとかマンゴーサワーとかだったら一気しやすいかもね。炭酸入ってるけどビールほど強くないから、もったいない。いやいや、飲めて言ってるわけじゃないよ。飲んでほしいわけじゃないよ。あ、そう。俺レナと違ってある話ないから。毎日家で缶ビールが目の前に並び、勝手にプシッと開けられて、ちょっと待って、なんか視聴者さんになんかいろいろ思われるよ。の揚げ餃子は何に一番合うのかな。多分ね、俺の予想は辛味噌と普通の黄金のタレ。私はなんかこれでも合う気がする。これも合うかも、ね、なんかちょっと辛いのが油に合う感じはするけど。皆さんは揚げ餃子の一番好きな食べ方教えてください。そのままでもいいかもしれない。あ、そのままでもいいよね、多分ね。塩振るとかもいいかも。あ、味が普通の餃子と全く一緒だから、食感が違うだけで、そうめちゃめちゃ変わんない感じがする。じゃあ何でも合う気がする。炎が出ております。お酒ありますよ。サンマさせたかったら合わない。ビール買って。だからビールのが絶対合うよね。俺のビールを飲まれるっていう。もういい。やっぱ中華に来たらビールだよね。うん、今分かってきた。なあ、チンジャオロース。これもめちゃめちゃ美味しそうだよ。ハーフサイズと言いつつさ、思いました。普通サイズじゃね？匂いがめっちゃいい。490円とかだったから。500円いってない。うん、安いね、この量で。マジですごい。コスパがいい。うん。うん、私はこれチンジャオロースの大ファンだよ。
これが美味しい。本当にシャキシャキしてる。止まないよ、箸が、うん。ありがとうございます。でっか。これ生中。生鯛は大。これ生鯛。でっか。なんで生鯛を注文したの？動画で撮ってないんですけど。はい。私めが生中を頼もうとしたら、はい、生鯛じゃなくていいんですかと。アルハラ発動しまして。いやいやいや、私も飲みたいなと思って。あ、レナも飲みたかったから。生鯛でか。私の顔と比べてでかいです、ね。めちゃめちゃでかいね。お得だね、生鯛。来た。水餃子です。くるもち水餃子来た。熱そうだけどね。全部熱そうだけどね。うん。くるもち。全然食感が違うから美味しい。そう思うと餃子の王将にさ、水餃子。なかった。なかったか食べてなかったか覚えてないけど、多分なかったよね。水餃子はいい。あの社長のね、箸が止まっておりません。うん、もう一気に辛味さん合わなかった。分かんない。キャラが合うと言うかもしれないけど、なんか先に食べたさっぱりのやつの方があった。残り2個でございます。さすがにくれますよね。あ、何個あったもともと。5個。あ、5個。もう30秒ぐらいで3個。2個半。食べた。2個半。厳しい。2個半。あ、じゃあちょうど俺が2個食べたら。はい、2個半。半分ずつ。優しいからね、私。2個半ずつでしたね。はい、あの社長がね、タブレットに手を伸ばし始めた。ここなんか頼もうとしてる。ニンニク肉肉肉餃子。あ、ニンニク肉肉肉餃子。です。社長の腕も肉肉肉肉餃子になってるってこと。そうだよ。もう今日食べようとしたリストがあるんだけど、うん、それなんか簡単に今食べちゃって、絶対に食べれないと思った。食べきっちゃいましたね。その結果社長の体にも肉肉肉肉肉肉肉。ここで。すごい。ここで肉肉肉。すごいなね。ちなみに水餃子残ってるよ。え、食べる食べる。触んないで。触るな。はい、恐ろしい人です。はい、恐ろしい人です。はい、私のご飯が食べられました。来ました。はい、ニンニク餃子と言われたけど。ニンニク、肉肉、はい、肉肉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 、肉餃子と言われてないから、これなんかさっぱりな感じはしますね。ニンニクが強い場合は酢胡椒で、さっぱり系でいくとうまいかもね。ニンニク。ニンニク？やばい。本当に美味しいけど、これはめっちゃ臭い。目なんかめっちゃ臭くなってきた。それはさすがに口からだけじゃなくて、もう体からもやもやする。タカさん。来た。食べれないよ。これ天津チャーハン。すげえボリュームの。これは無理だよ。天津チャーハン来た。うわ、うまそう。すっごい。うん。うん。美味しいよ。めちゃめちゃ。トロトロの感じもあるし、卵のめちゃめちゃふわふわした感じがある。すごいよね、このさ、分厚い卵もすごくない？うん、いや、めっちゃ美味しいけど、最後に食べるのは辛い。さすがのレナの胃袋でも止まらんやん。いや、ふわふわの卵が美味しいから。止まってませんよ。もう全部食べれないよと言いつつ、食べてしまうのが我らが社長です。さっきあれほどお腹いっぱいって言ってた社長がまた、気持ち悪いよ。頼もうとしてるんですか。これとすごいやん。さっきすごいやん。はい、もうなんか俺さ、恐怖を感じてるんだけど。デザートは皆さん別腹です。すごいやん、はい、デザートです。来ました、ごま団子と杏仁豆腐を食べるという。すごいよね、食欲が。お腹の中におじさん何人いるの。5人ぐらいいるんちゃう、おじさんがこの中に。おじさん一人もいないよ、私の中には。うまっ。うん、美味しいけど1個あげる。もう限界なんでしょうね、お腹が。お腹のおじさんが今限界をもう限界ですって言ってるんですね、たまに。最後なんですけど、杏仁豆腐です。プルプル感がある杏仁豆腐です。全般的に大阪王将はうまい、うん、マジでうまいし、うん、ボリュームが多い。でも特に水餃子と普通の餃子がめっちゃ美味しかった、うん、うまかったね。
しかもなんかタレもいっぱい選べるからこっち楽しい、ね、辛味噌もあったりそうラー油があったり ね、いろんな食べ方があるのが私たちはそういうのが好きだからね。お会計のお時間です、社長さん。はい、お会計の値段を予想して値段が遠かった方が払う。 Yes。 私からいいですか。 OK。 7000円。あと？あれ8200円。細かい。社長細かい。気持ち的に分かんないけど。いくらでしょうか。じゃん。6780円。はい。安いね。感覚的には8200円分食べてるけど。6700円しかしないよ。俺の予想よりも安かった。うん。私のおごりです。はい。おごりです。はい。でも美味しかったから喜んでおごります。はい、ありがとうございます。はい、美味しかったです。食べきりましたね。私今知られましたよ。めっちゃ ありがとうございます。そうだよ、ごちそうさまでした。イエス、大阪王将ありがとうございましたという感じはしますね。美味しかった。皆さんも大阪王将お好きですか？コメントで教えてください。一番好きなメニューとかそういった感じ、今日食べたメニューの中でどれが一番美味しそうだったかとかね。うん、そう何が一番うまかったですか？水餃子一番出た、プルプル水餃子。びっくりした感じはそれだったからな。これ意外と天津飯めっちゃうまかったよ。あー、そういうことね。ふわふわの卵で、高はそういうそっち派だよね。そうそう、あとはビールね、うまかったね。ビールはどこでも一緒だよ。札幌ビールはここで飲んでも、まあ、確かに飲んでも、だから一緒に食べるものが大事じゃないの。その通りです。この動画はここで終わりにします。楽しかったならぜひいいねボタン押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でも会いましょう。バイバーイ。